東立出版社は台湾の出版社。1977年に台南市で創業。1979年に台北市へ本社を移転して以降、日本の漫画作品を反対アざ中国語に翻訳して出版して膨大な利益を上げるが、当時の台湾は著作権の保護に関する国際条約に加盟していなかったことから、これらの翻訳出版はほとんどが 日本国内の著作権者に無断で行われたものであり、批判にさらされていた。1991年、台湾が世界貿易機関加盟の条件を整えるために、著作権法を抜本改正したことに前後し、日本の出版社からのライセンス取得を進め、1992年にドラゴンボール、悠々白書、クレヨンんちゃんのライセンスを取得した。これ以後は、 他の出版社も採用手の東立に習ってライセンスの取得を進めるようになった。台湾出身の漫画家を育成し、海外に発信することを目的に、東立漫画新人賞を実施している。創業以来、現在に至るまで日本の漫画作品が主力商品であることに変わりはなく、特に集英社、講談社、少年画報社の作品を数多く出版している。 近年は他社が力を入れているライトノベルの翻訳出版にも乗り出しており、MF 文庫 JHJ 文庫、電撃文庫のラインナップを中心に刊行している。ありがとうございます。